ロバート・アレンド・ロウルフ、ロバート・アレンド・ロルフェは、イギリスの植物学者である。ラン科の植物を専門とした。王立植物園の学芸員を務め、ランの雑誌、ザ・オーキッド・レビューを創刊し、ランの種の後輩に関する多くの論文を執筆した。ノッティンガム近くのラディントンに生まれた。個人の庭園で働いた後、1879年に、キューガーデンの庭師見習いになった。 旧ガーデンで経験を積み、ランに関してドイツのハインリヒグスタフライヘンバッハと並ぶ専門家となった。カーティス・ボタニカル・マガジンなどにランに関する多くの記事を書き、1893年に月刊誌ザ・オーキッドレビューを創刊し、修正その発刊を続けた。ヒユカの俗名、アランロールフィアに懸命されている。ロウルフは植物の学名で命名者を示す場合に、 ロバート・アレン・ドルフェを示すのに使われる。ありがとうございます。